皆さんこんにちは。いつものお茶でも酒を動画を提供する毎度おなじみ雄大コープ代表取締社長の三浦ゆれと申します。ですね、この前ですね、ミスなんでユニバース、ミスアース、ミスワールドと、まあ、世界4大ミスコンでやっていたと思うんですけれどもですね、まあ、今回はその4大ミスは最後であります。まあ、最後といけなくて、まあ、いろいろミスコンあるんですけれどもですね、一応4大ミスコンで一応最後なんですけれども、ね、ミスインターナショナルについてですね、これから少しですね、まあ、軽く学習していきたいと思います。よろしくお願いいたします。ですね、まあ、ミスインターナショナル、まあ、僕もいくつか動画で撮らせていただきましたね。はい、まあ、去年だったかな、確か日本大会の動画は確かティアラコートでしたって、確かあそこでめちゃくちゃ動画撮りましてですね、中には私僕動画見ましたという方もいらっしゃってですね、まあ、ミスインターナショナル、僕も少しは顔が広くなんか伝わる人間になったなと感じたんですけれどもですね、まあ、それはさておいて、ですね、まずはですね、ミスインターナショナルですね、これでございます。はい、これは世界大会のバーフレたんですけれどもですね、はい、まあ、あとこれが一応日本大会ですね、まあ、これも両方といてミスインターナショナルですね、まあ、こっちが日本大会、こっちは世界大会なんですけどですね、これがですね、意外とですね、有名だけでもなかなかちょっとですね、まあ、知らないところがありますし、これからですね、少しまあ知ってる人もいらっしゃれば、まあ、知らない人もいらっしゃると思うんですね、振り返っていきたいと思います。さてですね、まあ、ミスインターナショナルなんですけどですね、まあ、どんなミスコンか、ですね、実はこれもですね、いろいろですね、テーマがありますね。まあ、テーマ何かと言いますとですね、これはですね、平和と美と親善大使になっておりますね。はい、平和と美の親善大使。あ、ちょっと赤く書いてみましょうかね。あ、また折れちゃって。親善大使。がですね、これがですね、まあ、主なテーマとなっております。でですね、それ何からいこうかな。まあ、これは具体的に何かと言いますとですね、一応チャリティー活動です。あと交流とかですね、それも含まれております。はい、まあそんな感じですかね。はい、まああとはですね、まああとはいつからですなんですけど、まあいろいろちょっと細かい列車はちょっとあまり長くなっちゃうので、まあ、いつからこれは1960年、今からちょっと約60年ほど前から開始されました。日本だと昭和35年ですかね。もちろん僕は生まれてないんですけれどもですね。はい。場所はですね。はい。日本、ジャパンです。はい。まあ確かにミスユニバースはアメリカ、ミスアースはフィリピンで、ミスワールドがイギリスで、で、唯一世界4大ミスコンですね、アジアで唯一日本がですね、まあ一応まあ主催国となっております。はい、で一応あとは主催者はですね、はい、主催者のことも一応勉強しておきましょうか。国際文化協会とかがやってます。国際文化協会っていうですね。で、ここはですね、一応ですね、ここはあの、ホトワ島の外務省のですね、一応なんか、
一応なんか少しをちょっとしたなんかあのね、まあ、集まりっていうか団体だったんですけどね。はい。でですね、一応ここはですね、ミスパリっていうですね、あのエステ会社がですね、一応やっております。はい。ミスパリグループ。まあ、エステで有名なところなんですけど、あの男のエステ、ダンディーハウスとか有名な、僕ちょっと使ってないんですけれどもですね、ミスパリさん、ミスパリグループ。グループがですね、一応やっております。はい。で、代表がですね、一応勉強するんですけど、一応書いておきましょう。下村明美さんという方がやっております。明美さん。はい。一応この方がですね、一応あのミスインターネットのですね、まあ総責任者という形になっております。一応あのミスパリグループのですね、エステグループのですね、代表も務めております。はい。ですね、あといろいろちょっと何をやろうかなと、あとここ。ミス文化協会はですね、一応あの世界大会とですね、日本大会もですね、一緒にやっております。はい。そんな感じですね、日本大会。日本大会とですね、世界大会も一緒にやってるんですね。はい。ちょっと字が汚くて申し訳ないんですけれども。一緒にやる。一緒になんかいろいろして、多分唯一なんですよ。多分あの他のミスユニバースはジャパンの会社があって、世界大会は別の会社なんですけども、日本と世界、日本大会、世界大会ですね、ここだけは唯一一緒にやってるんですよ、国としては。なのでですね、まあまあここにと珍しいっていうか、まああの唯一の形を取ったんですけどもですね。はい。まあ一応まあここまではですね、復習するとですね、ミスユニバースはね、あ、めちゃミスインターナショナルで平和と美の親善大使でして、まあ、1960年歴史がありましてですね、場所が日本、主催者は国際文化協会、下村明美さんという方がやっております。はい。さて次はですね、ミスインターナショナル日本大会です。細かいことでこれからちょっと触れてみたいと思います。ですね、ここからですね、ミスインターナショナルのですね、日本大会の特徴についてこれからですね喋っていきたいと思います。ミスインターナショナルですね、まあもちろん日本大会、まあ世界大会では日本大会あるんですけれどもですね、一応過去の出場者を歴史的に見てもですね、いろいろな経歴を持っている方が多くいらっしゃいます。大体 3つに分かれてますね。例えばですね、芸能関係、女優関係の人とですね、あとはですね、アナウンサーと、あとモデルがですね、大体で出場者はこの3つの種類に分かれる傾向がありますね。ミスインターナショナルですね、まあ出場者とですね、あと出場者とかですね、あとはにあの日本代表になった方々はですね、こういう傾向になっておりますね。一応何人かたくさんいるんでですね、一例だけちょっと紹介したいと思いますね。まずは芸能女優さんはですね、吉松郁美さんですね。はい。吉松郁美さん。この方はね、2012年ミスインターナショナルですね、世界大会なんとですね1位を取ったんですよね。1位をですね、そのすごい結果を残された方です。確か今アメリカのロサンゼルスに住んでるのかな、確か。なんかあっちで芸能活動していらっしゃる方、僕も一回会ったことあるとても綺麗な方でございました。あとはですね、去年のミスインターナショナルの出場者であります岡田朋美さんですね。はい。岡田朋美さん、岡田朋美さんはですね、なんとですね、お父様はですね、ミスインターナショナルで、あの、司会を務めて岡田真澄さんでございます。はい。岡田真澄さんはですね、過去にミスインターナショナルのですね、あの、日本大会、世界大会で司会を務めておりました。はい。なかなかですね、僕も写真を見たことあるんですけど、なかなかダンディーなおじ様っていう方で、とても好きな好感を持っている方なんです、だったんですけれども、確かの14年ほど前に胃がんだったかな、確か。ああ。食道がなんか亡くなってしまったんですけれどもですね。はい。で、その今娘さんがですね、まあ去年あの日本代表になってですね、去年あの僕の動画でも流したと思うんですけど、あの世界大会に本当に頑張ってくださいましたね。本当にまあ親孝行できちゃうと確かコメント出したと思うんです
と思うんですけれどもですね、なかなかですね、僕もですね、まあその通りだとちょっと思っております。あと次はですね、アナウンサーはですね、あの山形純奈さんってことですね。はい、山形純奈さんです。僕ちょっとあんまり会ったことないんですけど、山形純奈さん、ちょっと3を忘れてました。この方は確か TBS のですね、アナウンサーって確か、なんかテレビでも何か見たことはあります。あとはモデルはですね、まあいわゆるんですけども、金川悦子さんですね、やっぱり。この方もですね、なんかミスインターネットの日本大会のですね、あの、司会も何回かしたことはありますね。金川悦子さん。この方はですね、2010年ミスインターネットに出ていた方でございます。はい、まああとはまあこれを総合的に踏まえてですね、まあもう一曲をくどく言うんですけれどもですね、まあさまざまな業界でですね、こうやってさまざまな業界で活躍してんだよってことを言いたいですね、やっぱり。様々な業界を持ってですね、活躍をしてるんです、やっぱり。特に芸能、女優、アナウンサー、モデルにおいてで出身者が多くいらっしゃいますね、やっぱり。で、その日本代表に輝いた人として、後ほどその数年後においてですね、何かしらその輝かしい業績をですね、自分自身で残せる方が非常に多い、まあ、傾向にやっぱありますね、やっぱり。ミスインターナショナルとして、はい。まあそろそろですね、まあこれに限ったことは、まあ、前にバスワールドもそうなんですけど、やっぱりその日本代表になった人はですね、大体人にもよるんですけど、大体その3年後期ぐらいになんかその何かしらすごい人が出てる傾向にはやっぱありますね、やっぱり。ミスユニバースに比べると、その、まあ、あのミスユニバースは悪いわけじゃないんですけれども、そういう傾向がやっぱ多いです。アース比べてワールドとか、そんな比べ、あのワールドとかそういうインターに関して言えば、その過去にその自分独自の力でなんか頑張ってる人がやっぱ多いなって印象がありました。はい、はい、次はですね、ミスインターナショナルですね、日本代表の活躍についてちょっと喋りたいと思います。はい、これからですね、ミスインターナショナル日本大会で、あの代表の流れでいくと、これからちょっと喋ってみたいと思います。ちょっとミスインターナショナルをですね、いろいろ、あの大体の日本大会が、あの世界大会の前の年のですね、秋ぐらいにですね、日本大会があります。まずはミスインターですね、日本大会がね、まずまあこれが出ないとですね、世界大会出できないということですね。日本大会ですね、これが大体ですね、10月からですね、11月にやります。確かあの東京タワーのそばのホールで確かやるのかな、確か。去年は違かったんですけど、毎年大体これやります。東京タワーなんとかホール、あれちょっと名前忘れちゃったんですけど、あのそこでホールやりますね。で、その後ですね、これもちろん準ミスとかもですね、4人選ばれるんですけどですね。まあ、あとはですね、活動がやるんですよ、1年間。ユニセフ募金をやります。ユニセフ基金のですね、あの、募金活動です。これが12月の下旬だったかな。下旬に、あの、一応写真を見せましょうかね、確か。ですね、これミスインターネット見えるかな、あの、これ、去年のやつなんですけどですね、これがですね、ここ、わかりますでしょうか。これ、あの、これがユニセフ墓地の様子を撮ったものなんですけれどもですね、これ、あの、当時の2002で岡田智美さんだったかな。確か、これが、あの、当時の住民と手、寺西真帆さんと文本真央奈さんと田中陽さんと確か藤本美咲さんだったと思うんですけどですね、この5人揃ってです、確かこれ有楽町駅でですね、あのユニセフ募金をやるんですよ、毎年。僕も1回やって、あの10円玉10回ぐらいの寄付したことあるんですけれどもですね、これもですね、なかなか素晴らしいなんか活躍でですね、これ結構ね、芸能人とかいっぱい来るんですよ、やっぱり。例えばあのアグネス・チャンさんとかですね、オスマン・サンゴンさんとかですね、あと、あ、誰やったかな、あと道端ジェシカとかだったかな、確かあのモデルさん、僕も会って握手したことあるんですけどですね、
そういう方々で普通にですね駅前に立ってやってんですよね。俺アグネスちゃんとか初めてもまあ普通のちょっとおばちゃんだったってイメージあったんですけど、まあそれは置いといて、まあ、こういう活動もするんですけれどもですね、はい、あとはですねこれあの準ミスもやんのかな、なんかふれあいグリーンキャンペーンってやります。ふれあいグリーンキャンペーン、これは一体何かと言いますとですね、簡単に言えばですね、これは苗木を埋めます。あの木のその子供です。これが確かねトヨタだったかな、トヨタとなんか協力してやってるんですよ。あのそういう木を植えてですね、まあ自然をですね、よみがえりましょうっていうですね活躍をやってる写真があった。あ、これですね、ちょうどこれは岡田富澤写真なんですけど、これがこれトヨタか分かんないんですよ、この関係者ですね、これ苗木をこうやって植えてるんですよね。でですねこれがですね、あの俺見てるんですけれども前からこれ結構ハートなんですよ。これって結構その日本中回ってるんですよ。例えば青森、ある日は青森でやって、例えばその翌日はとあの福岡でやって、その後徳島でやって、なんかめちゃくちゃ回っているんですよこれ。だから47都道府県回んのかこれ。今年はちょっとコロナの影響ちょっと分かんないんですけれども、なんか結構ハードでこれやべえなと思いましたね。ちょっともう明らかになんかこれ明らかにその活動とかで明らかにブラック事情並みにちょっとね働いてる、これと壊すんじゃねえかと思ってですねちょっと見てたんですけどですね、なかなかそれもすごいなんか活躍もですね、よっぽどタフじゃないとこれちょっとできないと思います。やっぱりその体力、まあうちのいろいろ日本中回るんでやっぱり、まああとはちょっと書かないんですけど、これゴールドリボンウォーキングって言ってですね、これ僕もちょっと去年確かインスタぐらいちょっと上げたのかな、確かあのゴールドリボンキャンペーン、あの小児がんのですね子供たちをみんなで応援するウォーキングイベントってやるんですけれどもですね、これあの去年のやつなんですけれども、あの映ってるんですけど、これがそのウォーキングですね、まあそれでですね活躍した人たちがあのリボンはまああげましょうっていう活躍なんですよ。これもですねまあやってるわけでございますね。あとまああとはいろいろそんなもんかと、まあちょっとそんな感じなんですけど、まあ、あとはですねこれをやってですね一応世界大会って世界大会があるんですよね。これは11月頃ですね、大体上旬だったかな確か、はい。でこれ世界大会がねまあありましてですね、まあ今日これがまあ世界何十カ国来るんですけれども、はい、そんな感じです。あとはですねちょっとあと世界大会でこれからちょっと話してみたいと思います。はい、これからですね、ミスインターナショナル世界大会の流れについてこれからちょっと喋ってみたいと思います。ミスインターナショナル先ほどその11月頃に始まるって言ったと思うんですけれどもですね、あの前何週間前かはですね世界から来るんですよこれファイナリストさん一応。でですね、だいたいその来日がですね、あのだいたいその1年ごとにちょっと誤差はあるんですけれども、だいたいその10月ごろ来日がですね、だいたい10月上旬かなだいたいありましてですね、あとは日本中回るんですやっぱり日本中回ります。ですね、日本中回りましてですね、例えばその日本の文化に触れるんですよここではやっぱり。例えばその着物は着ないけど、例えば石川県の金沢に行ってですね、そのなんとか染めを体験したりとか、日光行ってなんか SL 今 SL 大樹だったかな、乗ったことないんですけれどもあれ乗ったりとかしてですね、あとはですねなんだ、あとその盆栽とかそういう舞踊とかを学んだりとかするんですやっぱり。であとその日本の訪問地でありますですね、あの新潟でですね交流館ですね、毎年あの一応大事なので書きましょうかね、はい。特にその
この中でですね、新潟でですね、新潟の訪問時に訪問ってこれでいいのか、訪問時にですね交流会があるんですよ。これは確かね、ホテルイタリア圏っていうホテルがあるんですけど、ここでやるんですね。場所が一応ホテルイタリア圏でですねやるわけでございます。イタリア圏、一応書いておきましょう。だいたい新潟駅からだいたい歩いて20分ぐらいかかるんですけれどもですね、はい、ここでですね新潟の訪問にですね集まってですねやるんですよね。僕確かに僕も去年の動画で多分泣かしたと思うんですけどですね、なかなか良かったですね。ここは確か1万円ぐらいでですね行けるんですよ。確か ICAU っていうなんかあっちは新潟のですねイベント会社が企画してるところなんですけどですね、なかなかですね、もしいつインターンしてるのと間近でその喋ってみたい人はですね、絶対このイベントは本当におすすめです。これ本当まあ一種ですね、なんか発表会みたいな壮行会みたいな感じです、はっきり言って。なかなかもしインターンするのファイナリストと関わりたいとこのパーティーは絶対行った方がいいです。個人的なおすすめです。はい、でですねあとはですね、まあスポンサーの訪問ですよ。やっぱりスポンサーのまあスポンサーの訪問とかをするんですね。やっぱりスポンサー訪問でですねした後にですね世界大会のですね世界大会をやります。はい、世界大会だったら11月の上旬です。場所は東京ドームホテルでやります。あとプリズムホールって近くにホールそこでやります。一応まあ大体流れはこんな感じですかね。はい、ミスイ僕の動画を流しても本当にですね世界中からですね、まあ、集まりましてですね、まあすごいにじわうなんか世界大会です。去年ははい司会はですね別所哲也さんがやったと思うんですけどですね、まあ人も多分去年もやったのかな確か、なかなか僕も一回喋ったことなかなか男前ですごいダンディの方ですごい感じの言い方でした。はい、はい、そんな感じですね。まああとはですね、じゃああと最後にですねいろいろですね まとめという形をですね取りたいと思いますね。はい、まあミスインターナショナルはですね一応まあどんな人がまあどんな人がなんか向いてるかっていうかこういう人をおすすめっていうかあるんですけど、ね、やっぱりその慈善活動が好きな人これが本当大事ですね。やっぱり、はい、あとはね日本が大好きな人ですね。やっぱりはい、あとはですね美容が大好きな人だと思う。そんな感じでちょっと字汚いんですけど、慈善活動が好きな人、まあ将来こういうことをですね助けたいとか、まあ、ボランティアしたり、まあ、何でもいいんですよ。そういうことをですね、まあどのミリバースでもそうなんですけれども、そういう人がですねやっぱり求めてますね。ミスインターナショナルですね。はい、あとは日本が大好きな人、まあミスコンのそのおいてですね、もちろん自分の国をアピールする場面はナショナルコスチュームでもそうなんですけどですね、ミスインターナショナルですね、いろいろ日本人回るんですよ。でですね、
そのお茶とか日本の文化にすごい触れながらですね、そういう日本の文化をですね細かくですね、その来日したそのファイナリストさんにですね、あの紹介をですねしてですね、その素晴らしさを伝えたいという人は本当おすすめですね、ミスインターナショナルは。はい、あとはですね、美容が大好きな人ですね。やっぱりまあミスコンイコール美容はもう切っては切り離せない関係なんですけれどもですね、あのここの国際文化協会でミスパリさんがやってますですね、ここはその大手そのエステ業界ではあの大手ですから、いろいろそのエステとか受けられるんですよ。あのミス日本代表とか、あとはその準ミスの方もですねエステとか受けられるんですよ。なんか特典とかですね、あのなのでですね、本当に肌をきれいにしたい人とかはですね、本当にここあとはその美容について本当にですね知識を身に入れたいする人は本当にミスパリさんは本当おすすめですね。あとはですね、あの話の補足なんですけど、ここはあのミスインターネットの OB 会がありましてですね、あのそこがですね、あの過去のミスインターナショナルの日本代表が集まってですね、なんかそういう活動をやっております。はい、あとはあの前言ったとミスワールドもですね、昔あの国際文化協会管轄でしたので、前のミスワールドの関係者もですね OB として関わってる、今あのミスワールド、あの前言ったミスクインターナショナルさんがやってるので、まあ、違うんですけど、昔はここも一緒にやっておりました。はい、そんな感じでございます。はい、そんな感じですかね。あとですね、一応これで世界四大ミスコンの話は終わるんですけれども、次はですね、あの工事はですね、まあ大会のですねもっと掘り下げた話をですねこれからちょっとしてみたいと思います。はい、雄大コープの未来さ、講座のご視聴誠にありがとうございました。また何かしらお声いたと思います。はい。